どうも、たつみです。今日はですね、私はまあダイエット中ということで、外食ってなった時にね、選べるものがね、限られてくるんですよ。今日はね、食べ放題に来たんですけども、なんとこちらね、サラダバーでございます。シズラーって知ってます？ここね、あのサラダバーがあって、まあちょっとメニューを見ていただければわかるんですけども、シズラーサラダバーっていうのがあって、あとね、グリルのこういうお肉があるんですけども、このお肉にもなんとサラダバーがもうついているお値段。いや、さすがにこういうの食っちゃうと俺終わっちゃうかな。どうしようかなと思うんですけど、今回はこちらのシズラーサラダバーをやっていきたいと思います。やっぱりダイエットに気を使って、といっても炭水化物もある。わ、さすがの充実。これめっちゃうまそうだな。あ、いいなこれ。うわ、パンもある。ちょっと中開けてみよう。ちょっと待って、これ楽しいな。これ取ってきました。これじゃまるで女みたいじゃないか。はい、これなんかね、麦とか混ざってるやつで、まあブロッコリーとスクランブルエッグとレタスと豆、わかめはやっぱちょっと大人の事情でちょっと多めに取ってきました。はい、早速食べていきましょう。ブロッコリー僕めちゃくちゃ好きなんですよね。うん、こんなドアップいらねえか。うまっ。いや、これいくらでも食えるわ。あ、これはなんだ。ん、カブ。これ煮込んであるカブ。いや、わからない。なんだこれ。かけたドレッシングがノンオイルの和風ドレッシングなんですけど、これがうまいわ。サラダいくらでも食えるわ。うん、ドレッシングちょっとうますぎるんで、このブロッコリーでこうローリングしまくって、この豆もこうローリングして巻いちゃって、麦もねこうローリングしてね、こう、はい、これ絶対美味しいでしょ。まあそんなに味は変わんないけど。なんとこちらのチーズトースト食べ放題らしいです。これも含まれるっていうことですね。これ美味しそうですね。そして高カロリーの予感しかしない。めっちゃ柔らかい。こっちふわふわで、こっちはもうカリッてしてる。これはうまいよ。10枚食える。これ10枚。これも食った瞬間に香ばしい香りがふわっと広がるんですよ。しかも焼いたチーズの香り、これいい。しかも硬くないんですよ。こういう焼いてあるパンって表面硬くってこう口の中切っちゃったってこともあるんですけど、下が柔らかいんでふわっとした食感の中でこのカリを味わえるんですよ。トルティーヤ作りました。これを巻くっていう。すっげーうまそう。レタス漏れまくり。案外このひき肉が優しいっていう。はい、おかわりしてきました。いや、やっぱもう女みてえだな。一生食えるわこれ本当に。カニのサラダもうまい。かまぼこだけど。あー、結構食ったな。つってもサラダ2皿だけなんだけど、俺はいつからサラダ2皿でお腹いっぱいになるようになったんだろう。浅いヨーグルトです。いや、女みてえだな。なにこれ、やだ、バナナ入ってる。はい、というわけで食べていきました。美味しかったですね。あ、革ジャンです。サラダバーっていうね、いっぱい食べれるものを食べたっていうこの満足感が一番なんでしょうね。うん、やっぱ結局私は今日サラダを2皿しか食べてないということで、だいぶ痩せたんじゃないかと。あれでもトルティーヤ食べたでしょ、チーズパン食ったでしょ。すげー食ってました。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。 Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら YouTube の方もチャンネル登録お願いします。